頑張ってほしいね。いや本当に夢叶えてほしいですね、うん、はぁ、あ、頑張りますなんかねきっとね、うん、オーディションとかも多分いっぱいあると思うので受けてみるのもいいかもしれないですね。何でも行動した方がいいと思いますね、うん、可能性が少しでもあるんだったら、はい、何でも積極的に動いて、はい、うん、はい、ちなみに今井さんの歌声を聞きたいと書いてありますけども、はい、聞いてみたいですよね。マジっすかだってちなみに俺も聞きたいですもん。え、ほんで、うん、お前隣でいつも聞いてるやん飽きるほど聞いてるやん。聞きたいもん俺も聞いてみる。マジっすか。じゃあなんかあります。何歌おうかな。え、オールウェイズめっちゃ好きなんで。お、マジっすか。いマジっすかちょっと違うのがいいな。あら、じゃあ何曲か出してみたら、ももちゃん聞きたいの。いや、何でもいいんだよ、きっと、ももちゃんは。やべ、なんかちょっと緊張してきたぞ。あれあれしくじれねえぞ、これは。こんなに思い込まなくても大丈夫でしょ。何がいいかな。じゃあ、俺もじゃあ、うん、ムーンクライングを。お本当ですか。じゃあ行きたいと思います。じゃあ、ももちゃん、はい、心して、もう、聞いていただいて、はい。そんなハードル上げないでください。あ、だだだだ。ももちゃんにとっては、すごい宝物の時間だと思うから、これは。ということで、はい、早速、じゃあ、今井さんの。はい、曲を聴いてください。どうぞ。会いたい気持ちはどんなに伝えても伝えきれないっていう感じですね。うわ、めっちゃ緊張した。あ、これだってミスれないじゃないですかごめんね、なんかいいね。女の方の曲でどうでした、ももちゃん。いや、もう大丈夫でした。もうなんかもう夢みたいです